16世紀は、西暦1501年から西暦1600年までの100年間を、指す世紀。聖暦ルネサンス。歴代ローマ教皇の庇護により、イタリアルネサンスの中心は、ローマに移動した。画像はこの時代に再建がなされた、ローマのサンペエトロ大聖堂の内部。神聖ローマ皇帝カール五世。スペイン王を兼ね、イタリア各地や、 ネーデルラントも支配したが周辺諸国との戦いにも明け暮れた。画像はティツヤーノによる騎馬像。太陽の沈まない帝国。カール5世の息子フェリペ2世の時代にスペインは目覚ましい発展を遂げ貿易網は地球全体に及んだ。画像はフェリペ2世によって建てられたエルエスコリアル修道院。ここには王宮も併設されており、フェリペ2世はここで執務を行った。 アルマダ海戦。この戦いでスペインを打ち破ったイングランドは、強国としてのし上がることになる。イングランド女王エリザベス一世。宗教対立に揺れるイングランドにあって、国教会の組織を堅持し、良き女王、ベスと称えられた。画像は1600年頃に描かれた虹の肖像。スコットランド女王、メアリー。元フランス王妃でもあり、イングランド王位継承者でもあったため。 イングランドへ亡命後の人生は数奇なものとなった。最後はエリザベス一世の命で処刑されるが、現イギリス王室にその地位は受け継がれている。画像はエルミタージュ美術肝臓の肖像、イエズス会の躍進。対抗宗教改革の機種であったイエズス会は大航海時代の風潮と、相まって新大陸からアジア各地にキリスト教を広げた。画像は原田花 資本着色生母15原理、生体秘籍図に描かれたロヨラとダビエル、南蛮人の到来。1543年のポルトガル人の種ヶ島到着により、ヨーロッパ人の来訪は日本にまで及んだ。画像は殿下里の内禅、南蛮屏風の一部、ベレンの塔。ポルトガル最盛期を代表するマヌエル一世幸運王が、 バスコダガマのインドコール発見とポルトガルの発展を記念して建造した要塞、ベニン王国。西アフリカのナイジェリアにあった、この王国はポルトガルとの交易で16世紀から17世紀に繁栄した。画像は、制度制の二人並び立つベニンの戦士像、黄金号、トンブクトゥ、サハラ交易により死を黄金、奴隷といった物資がここを経由し、運ばれた。 レオアフリカのスらの旅行者はその豊かな富を共嘆しつつ記録を残している。画像はトンブクトゥのサンコレモスク、バルバリアの海賊。北アフリカのアルジェリアを根拠地とするバルバロス・ハイレッディンはオスマン朝に基準して大帝徳となり地中海のキリスト教諸国を圧倒した。画像はイスタンブルのトップカップ宮殿でスレーマン一世に越見するバルバロス。 アステカ皇帝モクテスマ2世。スペイン人、コルテスの侵略に愛事故に巻き込まれ事実上の最後の皇帝となった。画像は17世紀に皇帝を描いた。再現が、インカ皇帝、アタワルパ。スペイン人、ピサロの侵略に愛処刑され事実上の最後の皇帝となった。画像は、グアマンポマの新しい記録という寄稿のの挿絵。万能人。 レオナルド・ダ・ヴィンチ。モナリザなどに見られる高知な技術を持つ芸術家であるとともに解剖学、生物学、幾何学、建築学、力学に通じた趣向を残した天才であった。画像は鳥の王宮図書館が所蔵するレオナルドの自画像。ニッコロ・マキャベリ。小国家分立のイタリアにあって強力な政治統合を唱え、そのためには憲法術数をも辞さないという主張は、 宗教や道徳から政治を切り離す、いわゆる近代政治学の講師となった、エラスムスの世紀。人文主義の王者とも呼ばれたエラスムスは、皇帝版新約聖書の他、チグガミライさんのような風刺の効いた著作を含め、旺盛な執筆活動を行い、その思想は、宗教改革前後の全ヨーロッパを席巻した。画像は、ハンス・ホルバインによるエラスムスの肖像、マルティン・ルター。 彼が1517年に起こしたビッテンベルク大学での95箇条の論題は、西方キリスト教世界を大きく分裂させる端緒となった。画像は、ルターの友人でもあったルーカス・クラナッハによる肖像画、ジャン・カルバン。パリ大学に学び主張、キリスト教公用で改革派であることを表明、ジュネーブで真剣政治を行った。画像は、 ユトレヒトのカタリナ修道院博物館博物館にあるカルバンの肖像、システィーナ礼拝堂の最後の審判。ミケランジェロによる大画面の壁画でキリストの再臨と死者の再生を題材としているが、西ヨーロッパ世界の信仰分裂の苦悩を表しているとも言われ、その複雑な人体表現はマニエリスム芸術の戦勝ともなった。ファブリカ。ファブリカとは解剖学者。 アンドレアス・ベサリウスの著書、人体の構造のラテン語での略称のこと。正確で細密な今までにない写実的な解剖図を添付することで人々を驚かせた。アントウェルペン。オーストリア系ハプスブルク家の支配下にあった、ネーデルラントは、スペイン系に支配が移っても長らく、ヨーロッパ国際貿易の要衝であった。画像は、ネーデルラントの中心地アントウェルペンにこの世紀に、 建てられたアントウェルペン視聴者でマルクと広場に面した、壮麗なルネサンス様式建築である、ピーテル・ブリューゲルの絵画世界、聖書などの物語絵を描く一方で、姿勢の人々の身近な日常を取り上げ、類例のない、この時代の貴重な記録ともなっている。画像は、ネーデルラントのことわざ。サンバル・テルミの虐殺。プロテスタントとカトリックの対立はフランスでは王権を。 巡る内戦となり、この混乱から、ブルボン朝が生まれることになる。カルマル同盟の解体と再編。デンマークオークリスチャン2世の、ストックホルムの治翼によりスウェーデン人の反発が強まり、グスタフ・バーサを国王とするスウェーデン王国が、カルマル同盟から独立した。画像は、グスタフ・バーサの肖像、奇想の宮廷。神聖ローマ皇帝ルドルフ二世が宮廷をプラハに、 置いたことにより、この地は、学問、芸術、神秘思想の国際マニュエルスム文化の中心となった。画像はアルチンボルドによる、ウェルトムヌスに奮するルドルフ2世。ポーランドの黄金時代。ヤゲオ朝最後の国王ジグムント2世の時代に、この国は、経済的にも、文化的にも大いに栄えした。画像は、ジグムント二世用のモノグラム。 SA が刺繍されたタピストリーで1555年頃にブルッセルで作られたもの。モスクワの聖、ワシリー大聖堂。ロシアのイヴァン4世が火山征服を記念して建てたビザンティン様式の教会。第一次ウィーン法位。ソウレ霊王とも呼ばれたスレーマン1世の時代にオスマン帝国の領土は最大に広がり、ヨーロッパ諸国の脅威となったチャルディラーンの戦い。 オスマン町の家にチェリ鉄砲隊が無敵を誇ったサファビー町の騎馬軍団崩る場所を打ち破った戦いとして知られている。イゴニシアジアでも鉄砲や大砲の優位性が認められ火薬帝国と呼ばれる帝国の平立が固定化した。戦像に乗って戦うムガル帝国のアクバル大帝。イスラム教徒とヒンドゥー教徒の融和に尽くした剣訓とされている。画像は アクバルナーマの細密が、祝教の展開。16世紀初めに、パンジャーブ地方で、ナーマ国より創始された。画像は、アムリトサルにある祝教の中心地、ハリマンディルサーヒブ、サンカローク用。タイのスコータイアサノフクと、シーサッチャナーライ近郊にあった窯で、ここから、数多くの焼き物が輸出された。日本では、桃山時代に評価が高まり、倉庫録焼きの名で、 知られている。画像は、ロサンゼルスカウンティ美術館の所蔵作品、アルタン・ハーン。モンゴルを再統一したダヤン・ハーンの孫で、トゥメトブを率いたアルタンは、後日の変では、北京にまで迫り、民の人々を恐れさせた、ネーハ。貿易港として、文化都市として知られたが、1523年のネーハの、ランでは、 日本船同士が衝突を起こし、以後貿易は制限され和光が調領するきっかけをなした。画像は、ネ派に残る1561年に混流された、中国最古の書庫、天一核。宮廷画家から、文人が変え、秋代中期から、画壇の中心は、文人がり、陳天根を外する、呉派が新調した。中んずく、書画に、 巧みな文長名は三節と呼ばれ、九十歳の天命を、全うし名作を残した。画像は、文長名の古木観戦図。王陽明の登場。民で、感学となった朱子学に対し、心即利や、治療合一といった理念を掲げたのが陽明学である。明末には、陽明学左派のり卓号のような型破りの学者も、現れ、文芸などを通じ、 思想会はかつてない活気を見せた。超巨星の改革。財政再建と後期粛清のため深層万歴帝のもとで改革を推し進めたのが内閣大学士の超巨星である。一条弁法の導入や全国的な上料の実施により財政は好転したが、彼の死後、万歴帝の申請で改革はなし崩しにされていった。万歴赤え。 民の中期から後期には五歳など華やかな衣装の陶磁器が発展し、万歴帝の知性にちなみ、万歴赤へと呼ばれた。画像は五歳流千人分尊敬民。日本の戦国時代、室町幕府の支配が衰えると各地で軍友が拡挙する時代へと突入した。画像は1561年の武田信玄と上杉謙信の激突を描いた川中島合戦図屏風。 岩見銀山。1533年の本格的な銀生産が始まって以来、長らく天古市と毛利市の係争の地であった。ここで産出された銀は、世界的な規模で流通し、南蛮貿易や中国の氷量貨幣システムにも影響を与えた。画像は岩見銀山の氏神である、スケ姫山の神社、落中落外図。の蘭も内は、 騒乱が続いたが、京都の復興は目覚ましく、戦国大名もこの地を目指した。画像は、織田信長から上杉謙信に送られた、落中落外図屏風で、京都の町衆による、祇園祭りが描かれている部分。織田信長。尾張の領主から身を起こし、駿河の今川氏や美野の斎藤氏を倒して、勢力を拡大、室町幕府を滅ぼし、 時代に先んじた政策で天下へ号令をかけた。画像は、愛知県豊田市長工寺にある信長の肖像が豊臣秀吉。本能寺の変で応死した、織田信長の路線を踏襲して、戦国の混乱に終止符を打ち、天下統一を成し遂げた。画像は、加野光信による、憲本着色、豊臣秀吉像。世界地図の変容。 大航海時代の発見や調査に伴う新しい知見が盛り込まれ、新大陸を含めた今までにない世界地図が生まれた。画像は、オランダの地理学者、ペトルス・プランシウスにより1594年に作成された世界地図、グレゴリー・ウス歴の誕生。それまで用いられてきた古代ローマ時代以来のユリウス歴の大幅な誤差を正すべく。 教皇グレゴリウス13世の元会歴が行われた。これが現行のグレゴリウス歴である。画像は教皇を前に会歴の議論を続ける天文学者たち。ヨーロッパではルネサンスと宗教改革の嵐により中世的な世界観に変わり、近世的な新しい世界観が生まれた。また、これまで天道説の体系が長らく信じられてきたが、ニコラウス・コペルニクスにより、 地動説が発表された。当初はなかなか指示を得られず、明確に賛同する、天文学者も、ヨハネス・ケップラーや、ガリレオ・ガリレイの登場まで現れなかった。小読みでは、ローマ教皇グレゴリウス13世が、ユリウス歴を改良して、新歴となるグレゴリオ歴を制定すると、まずは、カトリック国家で使われ始めたが、世界中に浸透するまでにはまだ時間を要することとなる。 スペインが送り込んだコンキスタドールやヨーロッパからもたらされた伝染病などにより、新大陸の既存の文明である、インカ文明、アステカ文明は滅亡、マヤ文明も大きく衰退し、大航海時代における冒険の時代から征服の時代へと移行した。アジア各国では新たな繁栄の時代となり、国内政治が充実し、文化、経済が発展した。 新大陸や日本から流れた大量の銀が世界的なインフレーションを起こし、西洋、アジアの経済が急速に拡大した。室町時代後期、安土桃山時代にあたる。日本は9世紀の平安時代以降、断続的に内戦が続き、16世紀には戦国大名の乱立する状態になったが、天下統一を目前に本能寺の変で自害した織田信長に変わり、 家臣の豊臣秀吉が統一を果たした。しかし、秀吉の死後には、豊臣政権内の対立が表面化、関ヶ原の戦いにより、徳川家康率いる東軍が、政権擁護派の石田三成ら政軍に勝利を収め、家康の派遣を決定的なものとした。イタリアポルトガルスペインネーデルラント新生ローマ、帝国スイスフランスイングランドスコットランド、 北欧ハンガリーポーランドロシア名越南、モンゴルチベット朝鮮駐釈出店。ありがとうございます。